こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日はね、えー、Amazon とか Google の、えー、自動翻訳、日本語翻訳は危険というお話です。えー、まあ英語よりね日本語の方が見やすいからということで、まあ、自動翻訳オンにして Amazon h やってる人もまあいるんですけど、えー、これは極力やめて、英語の表示で、まあ、この表示でね、えー、何を意味しているというのは、まあ 何日か我慢すればわかるようになるんで、えー、それで、えー、使った方がいいです。あのね、もう重要な部分でね、えー、結構とんでもない間違いだ翻訳してることがあります。えー、それそこを間違いにね、はまっちゃうと、えー、まあ、日本語は見やすいというメリットよりもね、えー、絶大なデメリットが出たりするんで、まあ 日本語の自動翻訳が危険と特にねアマゾンもそうなんですけど海外って ATM 使う時とか、ね、あと美術館のガイドブックこれね、えー、英語の、まあ、表示だったらねああ引き出しはウィズドローだなとか、まあ、覚えときゃいいんですけど日本語だとね間違えて逆の意味の翻訳になってるとか。 まあ、そもそも意味不明でなぞなぞを見たくなっちゃってるということがありますね。お金を下ろすときにね、間違えたボタンを押しちゃってね、えー、アメオーストラリア、アメリカ、うんまあ、ヨーロッパもきっとそうでしょうけど、まあ、間違えたボタンを押してね、えーまあ、残高参照したことになって終了、お金だけ引かれてたと、ねあの、手数料だけ引かれたということが起こったりしますし、そもそもお金が、ね、下ろせないと、ね、いうことにもなるので、もう英語の表示で。 出ててくる、えー、単語をまあ、調べてチャレンジする英語で出てきた画面を社名してもらえばね翻訳もしますし、えー、何しろ日本語だとね何を意味してるのか翻訳が間違えてる可能性が高いんでなぞなぞになっちゃうんですよね、まあ、ATM アマゾンもね、えー、そういうことありますで美術館のガイドブックとかねガイドツアーも、まあ、そもそもね正しい知識このね、えー 土器が発見された年代はとかね、この絵はどういう状況で描いたとかっていうのがね、まあ、根本的に間違えた、ねえー、解説をしている場合もあると。ただね、これ間違、詳しくは間違えた解説してるなって思いますけど、何も知らなかったらね、えー、間違えてると思わずそれを正しいと思い込んでしまうしかないと。でそういう根本的な間違いは、えー、日本語でとても起こりやすいです。ね、これ世、世界の母国語。ね 中国語を母国語にする人が、えー、8億8500万人いるとかね、英語、母国語の人は4億人いるとか、まあそういうの書いてあるんですけど、日本はね、日本人しか使わないんで1億2500万人と。まあベスト10に入ってんじゃんって感じなんですけど、実は、えー、この母国語人口っていうのはあんまりね、えー、翻訳とかネットの中じゃ重要じゃなくて、この使う人がどれだけいるか、使用言語ね、公用語になってるのはどれだけいるかっていうのを考えると、 日本語はベスト10にも入ってこないと。ね、だからまあ本当に適当な、ね、翻訳でシステムのバグもチェックしないというのが本当に多いですね。例えば、ユナイテッドの特典航空券を日本語で検索すると、えー、バグにはまりっぱなし。ね、でよく、ね、UA の特典航空券あんまり取れないという、ね、表示を見るんですけど、まあ、私は割とスムーズに取れるんで、ね、もしかしたらこれ、 英語にしてログインすれば取れるものを日本語だとログインしてもバグに捕まって出てこないとかねいうのが多分にあるんじゃないのかなという気がします。まあ、何しろね、この日付ね、英語で検索してたらね場所変えてで日付はそのままで検索とかできるんですけど日本語のページでやるとね場所変えてそのまま検索しようとしたら日付がエラーですってなっちゃうんですよね。まあそういうのを考えるとね、えーまあ、バグチェック日本語はしてないんだなとね。ね ユナイテッド日本に結構乗り入れてるけどバグチェックしてない。アマゾンも、えー、日本語だと、日本語に翻訳してると表示されない情報があると。ね、で何よりもサポートを受けていただいててね、英語のページそのまま送ってもらえばすぐに分かるんですけど、日本語翻訳使ってる人とかね、日本語翻訳のページを送ってくると、それが果たして何を意味しているのか分かんなかったりする日本語が結構あるんでね。で、始末の悪いことに、えー トラブルの解決とか問題の報告とかのね、あんまり使わない場面でね、えー、逆に言うと重要な場面で翻訳ミスが多いんで、まあ、使うのは非常に危険だなということですね。でね、まあ、これね、えー、ホテルの、ね、よくある起こさないでくださいのバスタブ、あ、バスタブドアノブドアタブなんですけど、ね、英語ならね、まあ、Please make up my room、ねまあ、掃除してくださいと。 絵を見れば分かるんですけどもしこれ絵がなくてね日本語で「部屋を手配してください」って出てきたらん部屋を変えたいのか部屋を掃除し、まあ、手配っていうのがね使えるように準備するっていう意味なのか、ね、あるいは、えー、友達が泊まるんでもう一部屋欲しいのか、ね、123分かんないですけどって言ったらむしろ本来の意味である「掃除してください」って意味で取れる可能性が一番低いんじゃないのかなと。 部屋をお手配しとください、ね、これ多分くださいの管を入れてなんかよくわかんないなんだこの漢字って感じでまあくださいにしたんでしょうけどこれ何しろね、えー、普通に印刷してあるもんなんで多分大量に存在するドアノブなんでしょうね,ねこれが多分何万枚って、えー、作って売られてるもんでも日本語の翻訳程度はこのありさまとねそれからね、まあ、美術館とか もう日本語だと。日本語、英語と日本語の翻訳、ね、両方もらって、この、えー、意味がわかんないところは、英語で確認するとかあ、その使い方がいいかもしれないですね。えー、英語じゃどうしても涙って人も、英語は一応もらっといた方がいいです。なぜなら、後で調べるときにね、正しいことを調べるのは、英語のが断然、正しい答えにたどり着きやすい。というか、日本語はまず、これは元の、ね、言葉は何だったのかっていうのを、なぞなぞで当ててからじゃないとね、 えー、見れないといいとう恐ろしい、えー、イベントが待ってます、ねまあいろいろ変な日本をね極度感想しなさいまあこれが売れてるんでね、まあ、こういうどうでもいい翻訳はまあどうでもいいレベルでいいですけどまあ、えー、旅行の時に切符を買うとか ATM を操作するとかねあるいはアマゾンでね、えー、物を売るとか何かしら、えー、間違えてちゃまずいのは英語で情報を得るようにした方がいいです。 amazon に関してはね、英語のページそのままね、ね文書だろうがメールだろうが、画面キャプチャーだろうが送ってもらえば、まあそれはこういう意味ですっていうね、あればこうしてくださいっていうのを翻訳するんで問題ないんですけど、まあ旅行の時の日本語ってね、改めてはちゃめちゃぶりというか、めちゃくちゃぶりがよくわかるなということでね、ドアノブ見て思いついたというかね、それはあの確認した方がいいし、ね、あの a z o n の場合は、 英語でやってればね、ハ、え、マ、ー、らなかったバグに日本語に翻訳したおかげでハマったという事例が今までも、えー、何度もありますんでね、えー、英語苦手な人ほど英語でやった方がいいです。なぜなら、えー、英語苦手だからって言って日本語にしてると、英語でめんどくさいことをしなきゃいけなくなるシチュエーションにはまりますんでね、えー、そんな形で Amazon の自動翻訳、Google の自動翻訳はオフにして、英語の設定のまま使うことをお勧めします。 以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。